うん <laughs> <laughs> ちゃんと時間通りにつけそうでもるいくんどうしたんだろうみんなに話があるってあ <laughs> これで全員揃ったぞルイ。そんな深刻な顔をしてどうしたんだそろそろ話してくれてもいいだろうまずはみんな座ってほしいこの話は少し長くなると思うんだ フリーランスそっか。確かにその方法なら、外の劇団と公演しながら、ワンダーステージでのショーも続けられる。さすがルイだそのような妙案を思いついていたとは。しかしまさか、一人で M の兄たちに話しに行っていたとはな。水臭いではないかあんたも人のこと言えないでしょ。 黙っていて悪かったね。ぬか喜びをさせてしまっては悪いから、フリーランスになれる可能性が出てきてから話したかったんだ。そっか。でも、検討するって言ってくれてよかったな。そうだね。もちろん、ここの利益にも関わる話だから、そう簡単に話が通るとは思えないけれど。でも、 M くんのお兄さんたちの様子を見る限り、可能性はゼロではないと踏んでいるよ。おお、そうなのか。じゃあ、うまくいったら私たち。あ、でも、その場合って M は、どうするの 確かにそうだな M の夢はここを笑顔でいっぱいにすることだ外での活動が主になれば必然的にこちらでの活動は減ってしまうそうすると M の夢からは離れてしまうようなううんだから私はここで頑張るよ それは、つまりよーしやっぱりあたしからもお兄ちゃんにお願いしようみんなをフリーランスにしてくださいってあでもしょうすけお兄ちゃんは結構頑固だから難しいかもむ,むむ…おそうだお兄ちゃんに賄賂送って M くん M 君の決意は前に聞いた僕たちとは一緒に行かないこの場所を守るとけれどその上でもう一度もう一度だけ言わせてもらいたい僕たちと一緒に行かないかい <laughs> フリーランスになるということは、ワンダーステージのキャストではなくなるということだ。だから、M 君が僕たちと共に行く道を選んだら、この場所との関係は遠くなって、M 君の、みんな笑顔のフェニックス・ワンダーランドを守りたい、という夢からも遠ざかってしまう。そう見えるかもしれない。けれど、僕は思うんだ。 M 君の夢は、ここだけにとどまらないはずだ、と。え無人島で夢を語り合った時、M 君は言っていたね。あ私あたしはね、あたしはね、おじいちゃんが言ってたみたいに、たっくさんの人を笑顔にしたいんだおじいさんのように、たくさんの人を笑顔にしたい。 それはうんおじいちゃんみたいに世界中のみんなを笑顔にできたらすっごくワンダホイだなって思うそれならその思いなら僕たちと一緒に叶えられるはずだ僕たちは全員自分たちのショーで世界中の人を笑顔にしたいと願っている だから、僕たちと一緒に行こう M 君一緒に世界中を笑顔にしようるい君ルイ君。ルイ 私の夢のこと全部叶うようにみんなが笑顔になれるようにってでもううん私は行かない。 <laughs> だって世界中の人たちはきっとみんなが笑顔にしてくれるでしょででもそれじゃ M が M の夢を叶えたことにならないじゃない世界中の人を笑顔にするっていうのが M の夢なら自分で叶えなくちゃ <laughs> うん、ねねちゃんの言う通りだねだったらでもねやっぱり私はここを守りたい <laughs> 私、ワンダーステージにお客さんが来なくなっちゃったとき当に本当に悲しかったんだ あんなにキラキラな笑顔でいっぱいな場所だったのにって。エマ私、自分の力で守れるようになりたいの。それで、ここがずーっと笑顔でいっぱいになるように、ちゃんと守っていきたい。おじいちゃんが大好きだった。この場所を。 やはり、やはり、決意は固いのか。だから、ごめんなさい。いいや。謝る必要はないよ。エム君の気持ちを確認できて。よかった。 エム <laughs> はみんなそんなに悲しそうにしないでこれでみんなもっと夢に近づけるんだよあたしこれからもずーっとみんなのこと応援してるだからみんな頑張って 絶対、みんなの夢叶えてね <laughs> 何かないのかな 何か他に方法はないのかなねねえ。リがフリーランスの話をしてくれた時、すごく嬉しいって思った。オ、OK、ケをもらえたら、これから外でも自由にお芝居ができて、役者として成長できる。それに、いつかはみんなと離れなきゃいけないと思ってたけど、 一緒にショーを続けられるかもって。みんなと。エムも一緒に。だけど、エムにとって大事なことは、フェニックス・ワンダーランドを守ることで。もちろん、私たちがフリーランスになったって、まだあそこでショーはやれる。エムともまだ、一緒にいられる。 でもきっと、これから少しずつ、別々の道に進むことになって。ああ。きっと、これまでのようにはいかない。ショーを共に作り続けることは、できない。僕たちはもう、ワンダーランズショータイムという、 同じ劇団の仲間ではいられなくなるだろう。M 君が僕たちの手を取ってくれたらと、そう願っていたのだけれど、M 君自身がここに残るというなら、もう。そうだな。それはもう仕方のないことだ。 エムが俺たちと一緒には行かないと言うならば、俺たちは、三人で進むより他ない。えっちょっと、なんでそんな簡単に言えるの司はそれで本当に。あっ。こんなにも、難しいのだな。 笑って別れるということはつかさん電話え M 君のお兄さんたちからだ何はいカミシロですはい はいフリーランス化を許可していただけるんですねありがとうございますわかりました詳細についてはまた後日伺わせていただきます